近衛文麿公は去る6月24日通商辞任にあたって新政治体制の実現に邁進する決意を表明して以来、外部との連絡を絶って軽井沢の山荘にこもり、ひたすら政治新体制の全貌につき構想を凝らすとともに、新体制の事実上の創立責任者となるべき準備員の人選につき慎重に考慮を重ねておりました。しかるに最近各種の風説が流布されるに鑑み、近衛公はこれらの流説を訂正する意味において新聞記者団と会見、新政治体制に対する所信を披励しました。